宇宙世紀100年ジオン共和国の自治権の放棄に伴い地球連邦政府は戦乱の消滅を宣言する。一年戦争以後に起きたジオンの残党を中心としたコロニー圏との戦乱もシャアの反乱以後収束し、連邦政府に対抗しうる組織がいなくなったと言えた。だが地球圏との支配体制を確固たるものにした地球連邦政府はそれに比例するように組織の中も腐敗してしまう。政府高官は特権意識を高め、許可もなく居住している不法居住者を人狩りとも呼ばれる強引な手段で宇宙に送り出していたのだ。時に宇宙世紀105年、それは時代が望んだのではなく人が歴史を重ねる上での必然だったのかもしれない。腐敗した連邦の体制を打破すべくクワック・サルバーによって設立されたマフティと名乗る秘密結社がレジスタンス活動を始める。そのマフティを指揮する人物の名はマフティ・ナビーユ・エリン。正当な預言者の王という意味を持つその人物の正体はかつてシャアの反乱で戦った少年ハサウェイ・ノアであった。後にマフティ動乱と呼ばれる戦い、クシーの名を冠した新たなガンダムの戦いが始まろうとしていた。オフ。
出直してきた方がいいぞ。 うかつだな。 のこのこ出てきやがって。 こんなところでやられるものか。 甘い。 手並み拝見と行こうじゃないか。
こいつは遊びじゃないんだ。容赦はしないぜ。悪いことは言わない。出直してきた方がいいぞ。くそ。そのとどめとさせてもらうぜ。へっ、まだまだ訓練不足だな。俺の実力をもってすれば、貴様ごとき。行くぞ。沈め。噂に聞くマフティー、この程度。
こうしたって無駄さ。危険な仕事だってのは十分分かってるぞ。We'll be right back.
る火の粉は振り払わないとな。悪いが落とすぜ。
お前たちの好きにはさせるかよ。私はマフティ・エリンだ。諸君を無駄死にさせる意思はない。この機体に接触しないことを警告する。犯した過ちはマフティが粛清する。今だ、待ってる。しまった。
まれる毒は浄化されなくちゃならないんだよ。あるいがやらせてもらう。入れてみせる。今はやるしかないんだ。落とさせてもらう。落とす。抵抗すれば容赦はしない。